世界の皆様から温かい援助の手を差し伸べていただき、地域の復旧を助けていただきました。私たちは負けません。皆さんと共に頑張ります。そして一緒に大空を羽ばたきましょう。今日は皆さんと心を一つにし、一緒に空を飛びたいと思います。どうかそんな気持ちで今からのフライトをご覧になってください。さあ、吉室屋、皆様の前を離陸に向けてタキシングしています。さあ、どうか大きく手を振って送り出してあげてください。では室屋吉室パイロットのプロフィールを紹介しましょう。吉室こと室屋吉室は18歳の時からグライダーで飛び始め、19歳の時にアメリカで飛行機のライセンスを取りました。97年に再びアメリカで世界有数のアクロバットの教官から訓練を受け、翌年からエアショー活動を始めました。ディープブルーのメインパイロットを務める一方、空の F1 といわれるレッドブルエアレースチャンピオンシップに唯一のアジア人選手として参加をし、並みいる世界強豪のパイロットたちをライバルに世界各国を転戦しました。また今年はアクロの世界選手権にも参加をし、イタリアの空から日本の復興を願いました。さて、会場には今日初めて私たちディープブルースのアクロバット飛行をご覧になる方もいらっしゃると思います。初めての方たちは今から行うアクロバット飛行で、今まで皆さんが飛行機に抱いていたイメージが変わってしまうと思います。だって飛行機が空中でヘリコプターのように止まったり、さらにはバックしたりするのです。信じられない飛行をもう少しで目の当たりにできると思います。楽しみですね。さあ、会場右手滑走路の端では吉室屋離陸に向けたの最終チェックを行っています。さあ、まもなく離陸となります。皆さん、離陸の瞬間からすごいことになります。どうか瞬きをしないで見ていてくださいね。準備ができたらスモークを焚いて、この中から飛び出していきます。はい、今スモークが出ています。ここで一回りしてスモークの中から飛び出してきます。さあ、タイヤが滑走路を離れた瞬間からすごいことになります。お見逃しのないように。リーク滑走開始。ジョイゴー。リリック直後のハーフロー、タイは背面のままぐんぐん上昇。さあ、そしてこちらの方に回りながら戻ってきます。さあ、ハーフロールを連続しながら戻ってきた。オープン。さあ、ここから自己紹介。返りをするように回りながら、さあ、急降下で戻ってきました。再びスモーク音、ワン、ツー、スリー、フォー、バーチカルフォーポイントロール。そして皆さん、飛行機のスピードにご注目。今、飛行機がほとんど止まって、ここでくるどっちを回避
さあ今度は綺麗な景色を描いて大きな大きな輪を描きました。よしごらん今ハイデン再び垂直に上昇ラップロールを入れてさあ再び飛行機の引き足がなくなってきました。はいここで再びハンマーヘッドラウンド行きました。さあ今ヨシムロヤはロールをしながら旋回しています。ローリングターン。さあ気持ちよさそうに飛んでいます。さてこれから機体は構造を取るためにぐん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 上昇を続けます。この後3000フィートおよそ1000メートルまで上昇し後半の技に入ります。さあ本日雲が出ていますので雲の上限ここを極めての演技開始となります。さあこの後高度をどれだけ取りまして女子ムロヤの得意技ムロヤホイールに入ります。ぐる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 回転しながらの垂直降下大変難しい技です。さあ今日はどこまで上昇しどこまで回れるでしょうか。さあ回り始めたら皆さんどうか大きな声で一緒に数えてくださいね。さあ雲どうやらそれほど低くはなさそうです。体勢が整いましたら進入してきます。さあ、ムロヤホイール準備ができたようです。進入してきました。ツーポイントロールの後からです。ワン、ツー、はい、次から1、2、314回もありました。どうか大きな拍手をお願いします。さあここからはエクストラのパフォーマンスをフルに生かした演技が続きます。機体は垂直に上昇。さあ再びスピードが抜けてきて機体がひらひらと木の葉のように舞います。そしてフラットスピン水平に回っています。これはこの技に入れるのもここから抜けるのも大変難しい技。さあウルトラ C 見事に決まった。僕を再び上昇。さあロールをしながら展開してここではいラップをしてまた止まりましたよ。肺を今背面にして急降下にはいできましたよ。さあここから離れ技の連発ハンブルを決めながらはい上昇していきます。そして気持ちよさそうに回転していきました。さあここから飛行機の不思議な動きにご注目。機体を斜めにしておっと機体がでんぐり返しをしました。これも綺麗なタンブルが決まったようです。スモークを吐いて再び上昇どん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 螺旋を描いて上昇していきます。さあそして皆さん飛行機の動きをよく見ていてください。ヨシムロヤはこれから
ヘリコプターのようにホバリングをします。はい、今空中で終わりましたね。ホバリングをして、そして遠くの中に戻ってきました。オルクロール。さあ再び上昇しています。ここで、おっと、またここで大技ダンブル背面で、そしてはい戻ってきました。さあスモークを吐いて回りながら、はい、ここで飛行機と行き足が今完全に止まってバックしますよ。はい、テールスライド見事に決まりました。飛行機が空中でバックしました。さあそしてここで引き起こして、おっと低いぞ低いぞ低いぞ、はい、吉室屋皆さんをちょっと驚かせてくれました。池の向こうから飛び出してきて、そしてロールをして、さあ皆さんここからお待ちかねです。吉室屋低く降りてきて皆様にご挨拶。さあ皆さん、いい写真が撮れるかな。ウィー、ワーカーのナイフェイスバック。さあこの機体はお腹にも窓があります。吉室屋から皆さんがよく見えます。どんどん手を振っていただければとサービスしてくれますよ。さあ今度は左手低いところ、今度は背中を見せてくれるかな。ウィー、背中を見せてもらうフェイスパーク。カメラを持ってない方はどうか大きく手を振ってください。さあ今度は右手の方から、今度はスピードをちょっと殺してきたぞ。お腹を低速大フェイスパーク。さあどうでしょうか、もう一度来てくれますでしょうか。はい、来てくれるようですね。さあ今度は会場左手の方から低いところ、はい、背中を見せたら OK。低いところ、吉室屋コックピットから手を振っていましたね。さあこれが前半最後のパーツになります。翼を振って、ハイキボーヤーグレイジョー。さあ飛行機はまもなく皆さんの前に戻ってまいります。本当にあっという間に時間が過ぎてしまいました。さあ進入してまいりました。太陽を斜めにして降りてきます。さあ今ランディング、ウェルカムホーム。さてディープブルースは今後も国内外の航空ショーに参加し、大勢の皆さんにアクロの魅力を伝えたいと思っています。次回のフライトは10月23日岡山県は高岡飛行場にて、大空と大地のカーニバル2011が行われます。お期待ください。最新の情報はディープブルースのホームページでご覧になることができますので、ぜひアクセスしてみてください。さあ吉室屋帰ってきました。どうか手を振って迎えてあげてください。
ディープブルースのブースにはイベントでしか手に入らない T シャツ、ワッペン、ぬいぐるみ、DVD などのオリジナルグッズがありますのでご覧ください。皆さん、チームディープブルースの夜ショーいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたか。はい、さあ後半のフライトも予定されていますのでそちらもご期待ください。さあ、スモークを吐いて今皆さんにサービスをしてくれています。さあ、いっぱいスモークを吐いて7回り、吉野や皆様の前に戻ってまいります。さあ、エプロンの方に入ってきました。今後もティープールスはエアショー活動などを通じて皆さんに国文化スポーツをより楽しんでいただけるように頑張ります。さあ、帰ってきました。